自分も物欲がほとんどないんですが、たくさん稼ぐ理由で言うと、玉井さんのエネルギーパラダイム、お金はエネルギーを循環させるものの音声がすごくしっくりきました。ありがとうございます。そう。でもそれも一つやね。それも一つのやつやね。こねくり回しの。うん。こねくり回しやし、まあ言ったら、そういうパラダイム、まあエネルギーパラダイムとか特にやけど、その、言ったら一個抽象度を高い視点で、一個抽象度を上げてビジネスっていうものを眺めてみるとか、そのお金っていうものを眺めてみることによって、うん、結果的に自分のお金との向き合い方とか、ビジネスに対しての向き合い方みたいなのっていうのが変わるっていうのはやっぱあるんで。あるね。うん、そうだね。そう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 。結構なんかこういうタイプいる、結構多いと思うんですよね。自分も含めてですけど、うん、そういうやっぱ大地さんとか、まあ、うん、白井さんみたいな、その、なんかそんなにめちゃくちゃ稼ぎたい欲がナチュラルにはないみたいなさ。うん。シンプルにいっぱい仕事していっぱい稼いでって思えてる人とかもおるけど、シンプルにはそうではなかったっていう人、うん、結構うんうん。そうよね。てか今とか特にめっちゃ多いと思う。まあ、特に現代の外交とかはそうが多いってね、ニュースでやってて、うん、ほんまか知らないですけど。うんうん。うんそう。だから、ね、いや、これからどんどんそれは増えてくると思うので、その、お金の価値が、どんどん下がっていくから、もう下がっていってるから、お金がどんどん、うん、なんていうかな、概念として軽いものになっていってるから、うん、だからこそ別になんていうかな、その、お金に、やいやいやいや言う人減ってるし、うん。うん。だからもうなんか別にそんなお金たくさんなくてもいいかなって思うような生き方する、うん、を選ぶ人っていうのもおるし、っていう。うんうん、でも、それはそれで、みんなやね、そんなお金いらんくなったら、じゃあ働かんでいいんかとかね。なんか、じゃあってなったら、なんかあんまもろいことせんくなったり、人生攻めへんくなったりして、人生自体ももんなくなってもたりして、バランス取り方むずくね、みたいなね、なったり。そうそうそう。だから、なんか、はみ出し的には、まあ、俺個人的にもそうなんやけど、うん、なんていうかな、たくさん稼ぎましょうって言ってるんじゃないよ、全然。たくさん稼ぎましょうって言ってるわけじゃないし、なんか言ったら、いや、この世界って資本主義なんやから、資本主義で稼いだ方が偉いんです、強いんですとかっていうパラダイムって、ま、俺全くないから。それ、あ、じゃあ、それをわざわざ否定するつもりもある。100億円稼ぎましょう。100億円稼ぎましょうじゃないんですね。別に全然ない。100億円稼ぎたい人は100億円稼いだらいいし、それが1億、そう、1億でいい人は1億でよくて、じゃあ、何が共通してるかっていうと、結局、なんていうかな、お金との距離と、距離の取り方だよね。うん、とか、もうちょっと言ったら、お金との向き合い方が、うん、その、っていうのがあると思ってて、で、うんうん、それが、何やろな、例えばお金がすごく少ないと、一般的に。うん、ってなると、うん、毎日の生活とかさ、日々さ、お金のことばっか考えなあかんやん、その人って。うんうんうん、そういう環境におるから仕方ないやん。うん、でも、それが楽しいんやったら別にそれでいいけど、まあ、ほとんどの人はそれ楽しくないはずなんよ。明日光熱費、あ、まあ、来月の光熱費家賃払えるかなとかさ、嫌やん。そんなとこにマインドシェア奪われたんないって。そうそうそう。そんなことに自分の意識のリソースとかエネルギー割きたくなくて、うん、もっと自分らしいこととかさ、自分の好奇心の赴くままにでも何でもいいんやけど、自分のやりたいことにリソース注ぎたいと。でも、お金が邪魔をしてるねん、その人。まあ、なわけやんか。なんか自己成長したい、じゃあ自己投資したいって言っても、お金がないから、そのスピードが遅いとか、嫌やん。お金に足を引っ張られてるみたいなのって。うん。それがなくなればいいよね。なくなればいいし、別の言い方で言うと、例えば、お金持ってる人に対してさ、なんか、萎縮する人っておるやん。その、金持ちやから偉いみたいな、ね。そうそうそう。人間としても、格上や、みたいな風に思ってる。そうそうそう。そう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 。だから自分が例えば年収300万円ですってなった時にさ、この人は、その、この人が例えば起業したんやったらわかるんよ。起業したいですと。で、隣に1億円の人がいますと。ってなった時に、はいはいはい、その、うん、教えてもらいたいから、うわ、この人すごいなって言って、話聞かせてくださいっていうのは、まあ別に普通やと思うね。サッカーが上手、下手やったらさ、うん、上手くなりたかったら上手な人に教えてくださいって言うんと一緒やんかっていう話やん。うん、別にそれゲームであれ、うん、何であれ一緒やと思うよ。うん、やけど、年収300万円のサラリーマンで、この人は別に企業に全く興味ないですと。で、別にお金にも興味ないんやけど、じゃあなんか年収1億円ですっていうやつが隣に来ましたと。なんか飲み会で一緒になりましたってなった時に、多くの人って、この人に萎縮してまうんよね。でも、なんでですかなよ、うん。萎縮する人全くないやん。何にも得らないやん。だって、この人。うん、それは、資本主義って物差しに当てはめたら、この人の方が偉いってなるだけであって。その人の方が資本主義上のピラミッドでいうと、上の方におるっていう。でも、じゃあ、足の速さっていう物差しで見た時には、じゃあ、この人が上とか、うん、この人が上とかになるわけやんか。うん、っていうのと一緒やん。っていう話、うんうん、じゃあ別にうわこの人俺より足早いかって言って萎縮しないでしょっていう、うんうん、っていうのと同じように金持ちの人が出て目の前に現れたからって萎縮するのっておかしいと思うよね。
おかしい。うん。でも多くの人はそこで萎縮してしまうと思うね。うん。で、それって、言ったらお金に何らかやっぱ引っ張られているよね。そうですね。潜在意識が。うん。お金持っていない自分っていうのはって思ってもうたりとか、うん。相手がお金持ったりしてると、ああ、お金持ってるってこの人はすごいんだとか、あるいは、そこに妬み、そねみの感情を持ったりだとか、なんか悪いことどうせ陰でやってるんだろうっていうふうに思ったりとか、ね、うん。っていうのって、言ったらお金に洗脳されてる証拠やと思う。お金との付き合い方が下手な人なんやね、その人って。うん。だから、そこから解放されようっていうのが、言ったら共通してるところ。それが、年収1000万で、あ、もう自分そういうの全く気にならなくなりましたっていう人もいるし、年収1億でなる人もいるし、1億じゃ足りません。10億でも、100億でも足りませんっていう人もいるやろうと思うけど、でも自分の中でのなんかうまく付き合い方というか、向き合い方みたいなラインっていうのは、それはみんな人それぞれやと思うね。月100万でいい人もいれば、月30でいい人もいる。月1000で足りやん人もいればとかさ、自分の資産が10億はないと無理っていう人もいればとかさ、そう自分のラインみたいなものっていうのが、そうそう人それぞれ、ゴールテープはみんなそれぞれあって、でもそこのゴールテープっていうのはみんな切った方が良くないっていう、それが資本主義の洗脳から言ったら、こう、抜け出すみたいな、はみ出すみたいなニュアンス、簡単に言うと。だから稼ぐんが偉いでっていうことでは全くないのよ。そんなこと思ってないし。そう。だから同じというか別に俺そういう言い方はしてないですけど、そのナンパとか女子系やったらさ、同じ感じで美女見てくれがすごい美女やったら萎縮するみたいなのも同じシステムでさ、別にどえらい芸能人で有名な人で、なんか、女子の美女度のヒエラルキー上にいるような人を抱きに行くのが偉いみたいにね、思ってる人とかってそういうふうに萎縮したりするけど、そんなんどうでもよくて、どこで、どこが自分のタイプか、どれぐらいの女の子とね、なんか、一緒におったらもうそれで女子系というか恋愛系、まあ、もうええわってできるかって、それ人それぞれなんで、それより、もうなんか女子のことにむっちゃ気引っ張られてるとか、なんかもう、それで生きづらなってるみたいな、から脱出するっていうのがね、恋愛ナンパ資本主義みたいなところから。そう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 。だから、そのよくわからん競争原理から抜け出しましょうっていうのが、まあ、ナンパであれ、ビジネスであれ、共通してるかもね。はみ出しの中ではね。そういうところでそうですね。っていうふうにこう、思ってもらえるといいかもしれないですね。だはみ出しのはみ出かけるっていうのってそういうところ。そういうで、女のことが気になってと。金のことが気になってっていうようなやっぱり気持ちっていうのから言ったらなんかそことうまく安定的な軌道を描くことになって、そう、安定軌道を描くことができれば、そこの付き合い方っていうのを覚えることによって、ものすごく言ったら、すがすがしくなるわけやんか。そう、そうやねん。だから、女とか、やっぱ昔の自分とかってさ、もうまあ20代前半とか、もうなんかいわゆる美女みたいななんかも、もう派手な美女とかさ、セレブな美女、なんか有名人、アイドル、モデル、なんかもう、憧れとか執着がえぐいわけよ、もう。もうあの人たちはもう自分とは別世界の人でも、でも足も出えへん。でも、なんかもう、男へとして生まれたからには、ああいう女もいかな、っていうところから、実際に抱くとか抱かんとかはどうでもよくて、この執着、もやもや辛いから出たいわけなんですよね、結局。これは。実際自分の場合はある程度抱いてっていうところも行きましたけど、別に全員抱いたわけじゃないですし、その人たちを。なんか、抱けてないレベルも無限にあるでしょうし、俺じゃもう一切男として相手にされないような女子って世界、無限にまだまだいますけど、じゃあ、アリアナそこに対して、そらそうなるわけからね。そう、別に挑むけどね、アリアナグランデ、挑むけど、もちろん。まあ、挑んでそうけど、そうそう、昔はその、アリアナグランデも倒せなあかんし、もうなんか、アリアナグランデ倒せなあかんという思いがずっと邪魔してる俺の人生。変な脅迫観念とかね。そうそうそう、もう、それやるまでは俺の人生進まへん。仕事もできへんぐらいのね。っていうところから、今別に、あ、倒せへんな、一個も相手にされへんなってなっても、別に何にも邪魔になってない状態なんですよね。それが、自分の人生を邪魔してきてないというか。そう。だからなんやねんで終わらせれる。いくらいの感じに、要は、爽やかになったっていうね。一緒一緒。お金もそう。だから別にそこに対して、いや、俺はもっと稼がなって、どうしても思ってまうんやったら、いや、稼いだねんって。で、そこまで行って、もう一回考えたらええやんっていう。そうそう。ほんならなんかそれなくなりましたね。あ、じゃあそこでええやん。やし。
そうそう、それはそこでええやんで、その、稼いだらええやんの、どこまで稼いだらその感覚になれるかっていうのは人それぞれなんで。で俺も抱いたらええやんやけど、どこまで抱いたらそれになるかっていうのは、ね、ほんまに一人抱いてそうなる人もおれば、100人でなる人もいれば、1000人だからな人もおればっていうのでね。それは人それぞれやけど、気づくまでやったらええやんってね。ことですよね。そうそうそう。だ目安としては、だからそういう人がいてるときに、すごい上の人や、萎縮するわ、とかさ、格上、格下や、とかさ、うん、なんかそういうよくわからんパラダイムで、うん、なんか人を見たり自分を見たりだとか、するって、うん、してるってことは、何らかやっぱそれに支配されてるっていうこと。うんうんうん。うん。それがなく、わかるけどね、そうそうそう。だからそれがなくなったら、すごい爽やかな、爽やかになるし、その、自分のやりたいこと、そう。爽やかさんって道徳の時間見てたやつね。そう、爽やかさまでにもなるし。爽やかさ、そう、トイレの消臭剤ね。爽やかなるし。そう、爽やかトイ、うん、トイキにもなるし。爽やかトイキ、口臭なくすやつね。のやつにもなるし。なるし。うん、もう出てけへん。うんうん、俺も言おうと思ったけど、青木さやかっていうワードしか出てけへんかった。青木さやか。全然関係、うん。そうそうそう。全然関係ない。でもなんか全然思んなかったから。そう。うんって言ってますけども、そうなった時に、そういう状、フラットな状態になることによって、それって言ったら人間力みたいなもの、根本的なもの、うんうん、っていうのが一個次元というか、まあステージ一個上がるってことになると思うんですよ。うんうん、彼とか女っていうのは分かりやすくそれだもんね。この二つのそういった執着みたいな頃から、ものから解放されると、それはその人ってやっぱ見たら分かるものねっていう。分かるね。やっぱ、で、男は特にね、女金系から、やっぱ持っていかれる人がやっぱ多いですからね。うん、うん、うん、うん。うん、まずそれをしようぜっていうのが今、ハミラジで言ってること。うん、うん。で、だからそれをやったら終わりじゃないね。そっからスタートするんよ。自分の盛大な人生が。そう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 、うん。で、盛大な人生に突入した後も別に稼いだりするし。そう、する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 。するんですよ。するのよ。するのよ。でもそれはレベル上げるし、ガチがレベルだけを上げるわし。レベル上げるよ。レベル上げる。そう。上げだって、もっと美女行くよ。もっと美女行くよ。でも意味がちゃうもん。そう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 。っていうことなんだよね。うん。